皆さん、ポットでよろしいでしょうか。はい、はい、ポットです。私はポットで、はい、かしこまりました。では、運動したところで皆さん、おとといの夕飯は何を食べたでしょうか。昨日の夕食も思い出せないのに、おととい？あ、私思い出した、オムレツだったようだ。私は昨日は味噌煮込みうどん、おとといは何食べたっけ、なんだっけ、ちょっと待って、手巻き寿司。おー、すごい。私は無理みたい。俺も無理。痛いの我慢して、もっとやればよかった。ねえ、この運動って一昨日食べたものに思い出させるの？そうなの、15分ぐらいね、音楽に乗ってやるといいみたい。本当かな。あ、兄座ってていいよ。ごめん。あんちゃん、この運動ってどこでしたの？あのね、ワイドショーでやってたのを思い出したの。80代の皆さんがね、何食べたかをしっかり覚えてたのよ。へえ。ねえ団長、劇団のストレッチに取り入れましょうよ。そうだな、毎日続けるといいかもな。ねえ、コーヒーお待たせしました。どうぞ。失礼します。どうぞ。ねえ、私ね、寝る前に頭の体操してるのよ。どんなのですか？ベッドに入ってね、一つ名称を単語で思い浮かべるの。例えば、猫。ねのつく言葉を単語でたくさんたくさん思い浮かべるのよ。ね、言葉だけ、文字だけじゃなくて絵として思い浮かべるの。例えば、ネクタイ、ネズミなんてね。で、根が出尽くしたら、こをね。でも、寝るときってかえって頭が冴えちゃって眠れなくなっちゃうんじゃない？ところがね、不思議と頭が寝てるんだよ。じゃあ今晩やってみよう。でも私もよく体にいいとか言われてやってみるんだけど、大抵3日坊主で終わっちゃうよね。そうだね。私は1日で終わるタイプ。私はその場限りしかやりません。やっぱり。はい。私、いろんな塩とか蜂蜜とか酢とか買っちゃって、ちょっと使ってはまたすぐ買っちゃうんです。最近ではわさび塩、抹茶塩、梅塩とか。わかるな。私なんかこの間冷蔵庫に焼肉のタレが5つも入ってて、みんな賞味期限切れてんのよ。そうだ、酒井さん、足の毛が治ったの？おかげさまで。大丈夫なのかい？最初は歩くのもままならずだったんだけど、おかげさまで。時には私が足をしてあげて。大変だったわね。でも複雑骨折とかじゃなくてよかったね。骨折といえば、あみったらね、3日前に足の小指やっちゃったのよね。ちょっと
そうじゃなくって昔男の子がね松葉杖ついて学校に来てて、でギブス取って、左右の足の太さが全然違ったのを覚えてるのよ。そうなのよね、私の知り合いの女性も同じ人の足だと思えないってみんなに言われて、しばらくスカート履けないって言ってたわよ。ねえねえねえ、ちょっと足見せて。だからそん重症じゃなかったってば。えっ、ああどうそういえば団長、スキーで、ストップの上に変な体勢で転んで、親指を骨折したんじゃなかった？前前、団長スキーやるの？本当？すごい。意外。そんなことあったな、思い出した。アイスバーンのところで変な転び方をしたんだ。それで親指を痛めて。稽古が忙しいって病院に行かなくってね。ほら昔アイスクリームで食べたあの木のヘラ、あれを2枚を指に挟んでテープでぐるぐるぐるっと巻いて固定したね。そうだったわよね。さらに病院行って手術するなんてことになったら嫌だろう。あでもよくひん曲がらなかったわね、この指。